多分もう制服を着るのはこれで最後なんじゃないかなって思うので、これが私の最後の制服です。イエーイ。あの今日撮った場所はなんか懐かしい感じの場所っていうか、海もめちゃくちゃ綺麗だったので、なんか夏とか来たら本当水遊びとかすごい楽しそうだなーなんて感じるところで撮影でした。勉強が楽しくないとか嫌いとかそういうのがなくって、あの苦手なんですけど、何でも楽しくできる人だなって自分でも思ってて、なんか数学が私すごく苦手なんですけど、でも分かるとすっごく大好きなんですよ。コンサートのリハーサルとかが続いて1時間目に数学だった時に寝ちゃって、すごく先生に怒られた思い出があります。運動会2年間くらい出れなかったんですよ。長距離走とかの選手とかにも選ばれてたけど、それができなかったので長距離とかやりたいなって。あとなんかすごい楽しいじゃないですか、高校の運動会って。なんか中学生の時よりももっとこうバージョンアップした運動会ができるので、運動会がしたいなって思います。